ンド情報が全部出てくる。自分が最初に自分好きなのいくつか、これが好きですか、嫌いですかって持っていくわけです。どんどんそれに関連したら、絶対聞いてるのに、どんどんそれを僕は感じて、増えてくるんですよ。例えば、こういう、私たち、ベストが出てくるんで、最近、ビーチボーイズ聞いて、こういうの出てきたんですよ。うん、初めて言ったわけですよ。あれ、シーンがあるけど、なんか、こういうあなたのためにおすすめします。